今日午前、盛岡市の住宅の敷地内に仕掛けていた罠に熊がかかっているのが見つかり、駆除されました。この住宅では今月2度にわたり飼っていた鶏が襲われる被害がありました。熊が捕らえられたのは盛岡市山岸の住宅です。この住宅では今月6日と昨日の2度にわたって飼っていた鶏が熊に襲われる被害があり、昨日猟友会が罠を設置していました。猟友会と市の職員が捕獲した熊を確認に山の上に向かいます。今日午前7時半過ぎ、見回りに来た猟友会の男性が罠にかかっている成獣の熊1頭を発見しました。大きそうだって、大きいですね。オスで普通よりも大きいサイズですか？大きいですね。100キロぐらいあるんじゃないかな。あ、そんなに大きいんですね。熊は体の大きさなどから鶏を襲った成獣とみられていて、山に放すと再び被害が出る恐れがあり、その場で駆除されました。昨夜ですよ、昨夜の11時半に、はい、なんかすごい音がしたったんですね。安心しましたけど、ただ一頭だけじゃないからって言ってましたっけから、まだ不安はありますけどね。県の鳥獣保護巡視員で熊の生態に詳しい紫波町の村井直江さんは、冬眠明けで食料を探していた熊が鶏の味を覚えて何度も現れたのではないかと分析しています。現場は山あいの住宅が点在する地域で、村井さんはこうした場所では自宅周辺の草を刈って山と里の境界をはっきり示すことで熊が近づけないよう対策することが重要と話していました。